児童科 A クラストレジャーハンターズ黒つつじの埋蔵金を上演いたします。最後までごゆっくりご覧ください。ところでみんな前に集まって何してるの？院長、ミルがさ、超能力
力でスマホを見つけられるかという実験をこれからするの。超能力？うん、みゆちゃん、そこで後ろ向いて目をつぶってて。みゆちゃん、いいよ。さあ、誰が持ってるでしょう。2ヶ月くらい前。あ
の氾濫を防ぐために土手を作ったり。よく知ってるわね、さすが歴女。ほら、去年社会の時間に先生がブラタモリ見せてくれたでしょ。あ、4年生は見てないか。タモリさんがブラブラ歩きながらその地域の歴史や風土を勉強するテレビ番組、その八王子編、その中に大久保長安の話が出てきたでしょ。ああ、そういえばタモリさんも知らなかった人だから、そんなに有名な人物ではないんだろうけど。じゃあ70万両隠してた意識も八王子にあったってこと。そういうこと。大久保長安ってこの八王子に関係してた人だったんだ。おじいちゃんが見つかった場所って高尾山のすぐ西側にある小高い山なんだよ。高尾山ってすぐ近くじゃない。そう、去年遠足で行った。ケーブルカー乗った。富士山が見えた。薬王院で御朱印もらった。八王子に住んでいた大久保長安なら大金を隠す場所にそこを選んだ可能性は高いかも。そう、近いし便利よね。盗まれないように。見張りもしやすい。現実味を帯びてきたわね。そんな話は前つばだよ。前も徳川家の埋蔵金があるとか言って掘るところをテレビで見たことあるけど、ショベルカーとか使って散々掘って結局何も出てこなかったぞ。埋蔵金話なんてそんなもんさ。ブー子ちゃんの代わり者のじいちゃんには悪いけどな。ああ、ところで前つばってなんだ。さあみんな図書室へ行こうよ。私たちでそこ行ってみない？行くのはいいけど、宝探しするって。実はね、ミルが金属に反応する超能力を持っていることが分かったの。超能力？超能力はオーバーよ。ミルなら埋蔵金の場所分かっちゃうかもよ。そんなの分かんない。それに地中深く埋められてたらどうやって掘り出すの？普通に考えたらそんなに地中深くには埋めないわね。だって永遠に埋めちゃうわけじゃなくて、時期が来たら掘り出すつもりでしょ。と言っても掘るのは大変だろうけど。ところは見つからなくても何か新しい発見があったらすごいじゃん。高尾山の西側だったら近いし、ハイキング感覚で行ってみようよ。コンビニでおにぎり買ってさ。ね、見る？うん、いいよ。レイも。どうしようかな。え、嫌なの？私はおにぎりじゃなくてサンドイッチがいいな。わぎらしいわね。じゃあ行こう。オッケー。
ないよ。埋蔵金探しの資料とかなかったのかな。そういうのは何もなかったよ。あったのはおじいちゃんが買った金山の土地の権利書だけだった。警察が返してくれたのはそれだけ。そうなんだ。埋蔵金探しの資料なんて他人に見られたら大変だからね。きっとどこか大切に保管してあるのよ。ここは見晴らしがいいね。あ、富士山が見える。え、どこどこ。ほら、あそこ、山の間に。本当だ、綺麗。心が和むね。この辺、掘った跡だらけね。ねえ、お腹すいたし、お家です。その前に、ひと仕事しましょう。早速頼むわ、見る。はい。
度の高い金ね。よくそんなことまで知ってるね。時代劇見てたらそういう場面があったの。小判噛んで本物かどうか確かめるの。偽物や純度が低いのは硬いんだって。礼って歴史の本ばっかり読んでると思ったら時代劇も見たんだね。意外。うちのお父さんが時代劇好きなのよ。だからどうしても見ちゃうの。親分、この小判は歯型がつかねえ偽物です。何、あの野郎騙しやがったな、なんてね。はいはい、おしまいを帰ってかお父さんとしてちょうだい。小判ガムのやってみたかっただけよ。それにしてもこんな簡単に使うとは思わなかったよね。なんか表紙抜けしちゃった。でもさ、これの値打ちはわかんないけど、屋敷には70万両隠してたでしょ、うん、それ以外に運びはここにわざわざ隠すとにしてはこれだけってなんかちょっと少ない気がする、うん、確かにね。見るも他には感じない、うん、もう感じないんだよ。この辺りにはもう何もない。ねえ、風子、その壺の中にもう何も入ってない？何か入ってる！お皿だ。変わらけね。何か書いてある。文字かな？後で見せて。変色してるし、昔の文字だから分かりにくいけど。あ、ここ、黒つつ字って書いてある。やっぱりおじいちゃんが探してた大久保長安の埋蔵金が。これ、Z っていう字みたい。乙女の乙かも。あ、こっちは甲子園の甲。甲を乙よ。数字みたいなのもいくつかある。真ん中にあるのは山かしら。山にしてはとんがりすぎてない？あ、わかったかも。なになに？この山みたいな絵、あの山じゃない？この絵画を基準としてこの文字に書かれた意味を解読できればそこに導いてくれる。そこってどこ？埋蔵金の場所よ。埋蔵金ってじゃあこの金塊は？この金塊は大事段階の場所ね。昨日読んだ本に書いてあった。埋蔵金を2段階に隠すやり方があるって。第一段階のところに C の埋蔵金の場所を示したものとその掘り出す資金を隠しておくの。じゃあこの金塊はその資金ってこと？うん。じゃあもっとすごい埋蔵金があるんだ。そう、この文字が解読できれば見つけられる。その埋蔵金私たちで探そうよ。そう簡単にはいかないよ。これ解読するのに何日かかるか、何年かかるか。分かってる。じっくり調べましょうよ。発見者が未成年だとややこしいから、掘るのは大人になってからの方がいい。20歳？いや、18で。うん、それまでに何か分かれば、下見に来ればいいじゃない。ブーコがやる気なら大歓声よ。ここはブーコのおじいちゃんの山で、多分お父さんが引き継ぐんだよね。お父さんが人に言っちゃったらおしまいよ。分かってる。絶対売らないようにお願いする。おじいちゃんが果たせなかった夢を私が代わりに叶えるわ。決まりね。この4人で埋蔵金探そう。その前にまずやっておかないといけないこと。この金塊は埋め戻す。またその時掘り返したらいいし。この瓦礫はブー子が持っててどこか安全な場所に保管して、レイはこれの写真撮ってそれで暗号解読作業できるでしょ。それと見る、その能力は絶対人にバレないように隠してね。ただ金属アレルギーで倒すの。悪い大人に知られたら利用されて騙されてひどい目に遭うからね。分かったわ。このことは4人の秘密よ。絶対よその人に言っちゃダメ。親兄弟にもね。裏切りもダメよ。私たちトレジャーハンターズね。